お疲れっす。よっす。今日は何をするんですか。今日はね、ケンさんと、まあ、トレーニング痩せるっていうね、100から初めて今日お会いして、ちょっと今日いろいろ教えてもらって。なるほどなるほど。まあ、3ヶ月間長いんだけど、ご要望じゃないけど、まあ、ちょっとハードワークしたいって話だったから、はい、まあ、俺がいつも行ってるジムで、まあ、信頼寄せてるトレーナーがいるんで、はいはい、まあ、それにある程度伝えてあるから、はい、それをまあ、こなしてもらうと。でもこなすっていうとなんか簡単に聞こえるかもしれないけど、結構大変だと思う。じゃあ今日はね、そのケンさんと、ケンさんと信用してるトレーナーさんの指導を受けながら、はい、ちょっと今日は頑張っていきたいと思います。いや、頑張りましょう。お願いします。それなんですか。これはその筋肉の破壊を止める。あ、でなおかつ美味しくなきゃ嫌じゃん。まあ水飲むよりかは効率もいいし。ありがとうございます。どうもありがとうございました。おいしい。これもう元気以来だよ、こんな飲むの。今飲むの。おお、おいしい。あ、それ俺。よっしゃ、じゃあこれちょっとトレーナー行ってくるわ。はいっす。彼がそのトレーナーの吉田君。はい、よろしくお願いします。それがもう20年来唯一信頼を置いてるトレーナーで、はい、で彼がファビオ君。はい、結構ね、自信あるらしいわけ。で、いろんなトレーナーいるけども、やっぱりハードワークについてこれ自信があるっていうから、はい、まあ最初から結構ハードにいこうと。よろしくします。はい。現役時代は、はい、ウェイトとかはやってたんですか。上半身だけで下半身も。下半身だけで。あ、わかりました。脱衣で一歩後ろ、腹部をちょっと上にして骨盤をまっすぐ、はい、この状態のまま真下に降りてきて上がる。まあ、ちょっとやってみましょうか。そうで、つま先と、そうで、こんな風に膝とつま先、もうちょっとだけ足開いてもらって、あ、開くても、もうちょっとポジティブでつま先自体少しずつ、そうさせて、で、そのまままっすぐ膝も出していいので、真下に寄せて、そうさせて、1、高田側に体重を乗せて、で、バーをしっかり握ります。さっきしっかりパラレルになってきます。はい、高田側で押してそう、こういう感じ。そう、そうそうそう。最初だけ少し軽めでやって、大体40キロぐらいですね。彼はね、スクワットをするときに重いとさ、最後潰れちゃうじゃん。それをフォローしてくれる技術もあるから、しっかり体を下まで落として、下半身乗せて、そこから上げるっていうことができる。普通はみんな落ちたら怖くて人に預けれない。それがすごくうまいから。とにかくして、しっかり体に乗せるってことが大事。父さん、最中腹筋抜けないように。さあ、はい、OK、軽いですね。ちょっと重くしましょう。重いの上がった方が、確かに体変わりやすい。余裕だった。フォーム意識すると、そっちに集中するよね。足が一番連動するから。そう、一歩後ろ、で、まっすぐ、こういうの。OK、もう一度した。頑張って。はい、1、2、はい、来た。はい、2、1つ抜かないで、はい、乗ってる。きつそう。めっちゃ下まで。しかも上がるときに一回ロックかけられるから、クッと押されるから。この時すごいですね。反動使わない、しっかり。あ、ドルコミオンで反動する。前半車でやっちゃうと、またちょっとチキンに抜けちゃうんで。でも、言ってるの分かるかも。フォローしてくれるから安心感があるから。だから、ちゃんとしっかり下まで下げれるっていう。セット目なんで汗かいてるじゃん。いやいや、大丈夫。やばいっしょ。でも、これが目的だから、その燃焼させる。筋肉をつけるとか、今回ベースじゃなくて、はい、やっぱこう体重をより有効に落とすためにはどうするかって言ったら、大きい筋肉から狙ってって、どんどん小さくしていく。足から背中、胸、肩みたいな形で、どんどんちっちゃいところに行くような形。順番あるんですね。そうそうそう。来た。はい、9、今のいいか。今のいい、一番いいですよ。腹筋を抜かない、抜かない、抜かない、抜かない。で、こっから。あー、やった。当てて。めちゃくちゃきつい。そう、お腹入れながら、さっきチコチちょっと上げて、そう、そうな感じ。どんどん重りが、だんだん増えてきてますね。これでね、だいたい60キロ、120キロぐらいですね。120。はい。ゆっくり降りて、1、2、そうそうそう、3、
お尻浮いてこない。そう、筋肉で。はい。8、9、10、3、1、2、ラスト。はい、オッケーです。ここ。あ、いいですね。5、10回でいいか。6、あ、これいいです。コントロールして、はい。7、はい。8、2つ。はい。9、ラスト。はい、オッケー。2つ、はい、9、いますかね、ラスト。はい、オッケー。終わりやろ。はい、これ終わり。オーライ。大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。成功した。そこから。はい、ちょっと倒さない。そう、腕で引っ張るんじゃなくて、こう入ってね、こう少し前に行ってから入ってさ、そうそう、こう、そうそう、背中から動く。はい、9、肩上げずに、はい、10、3、はい、5、1、そう、すぐに、はい、2、ラスト、すぐに、はい、オッケー。そうそうそう、これが何キロでしたっけ？これが今、あのキロで41キロです。ケンさんはどこらだったんですか？俺も一番マックスだ。マジか？1、2、後輩にキャッチしてます。さっ、9、10、足と背中が一番筋肉大きいから、ここでしっかりやることが、まあ、ダイビングですね。なるほど。肩とかそういうところはもともと筋肉ちっちゃいから、はい、代謝がそんな必要ないから。ただこう持久力ここだけ痛くて疲れるけど、全身使うから。なるほど。これもすごいきつい。腰に気をつけて。ここまでね。はい。そう。こういう感じ。ここに寄せると。そう背中で。あ、8。はい。9。目線だけちょっと上にしとくんですね。10。3つ。1。肩返して。2。ラスト。はい、オッケー。これ上手ですね。うん、初めてと思うよ。10、大体のところを初動できるから。2、3、4、5、できてる方ですか？いや、かなりいいと思います。もう最初からこれができたら、もう次からこれ以上やんなきゃいけないからさ。そういうことですよね。自分でハードル上げてるかも。シュッ、お腹を、そう、立てたまま、お尻突き出して、ラストを肩返して、はい、オッケー。最後引きつけても引かねえな。最後の力がもう、その最後の1回が大事なの。1回から9回までは前座、10が自分のステージって感じ。めっちゃやったから刺さるわ。本当に9回目マジしんどいから。もうちょっと一緒に倒れちゃっていいと思う。それぐらい、それぐらい。そうするとここが入るかも。わかります。はい、6、はい、7、8、9、前座終了。決まった。でも俺あんな楽にできないな。でも俺が楽だったら次はその上を行かなきゃいけないわけじゃん。じゃあトレーニング終わっちゃう。おう、そう、少し肘を開く。こう感じ。そう。そう。はい。伸ばして。うまい。はい、来てる。3。はい。4。かま。はい。5。はい。戻すぎて。6。ゆっくり。そう。はい。7、ラスト、頑張れ、はい、頑張れ、ゆっくり、こう、よし。
じゃん、トレーニングやってるっぽいよ。芝居がうまいから今年の主演男優賞狙ってるらしいから。芝居、芝居だよ。芝居なわけねえだろお前、見てみろこの汗で出せるかお前。カメラ回ってんだけど、おでこ切れてきちゃった。いやいや、まあ、いつ覚えたそんなこと。本当だよケイさん、お前今ツッコミだよ。続けれそうですか。やるしかないでしょ。その言葉待ってましたよ。自分次第でしょ、こんな。もうこれ2セット目でいいっすよ。これもできんだけど大丈夫。先生、今度はインクライン、傾斜って意味なんですけど、傾斜があるって意味ですけど、上の部分になってます。その部分をちょっとお尻ちょっと突き出していってあげて、肩甲骨入れてこういう感じ、肘ちょっと開く、そう、そこから1、こういう感じ、2、さっきと使う部分に変わるの分かります。はい、4、そうそうそう、5、うまいうまいうまい、いいですよ。はい、はい、6、はい、7、最後、8、2つ、はい、9、ラストラスト、最後、はい、オッケー、ゆっくり下ろして、もう無理。いつもこれ、これで飲んでケアして帰るんですよ。ケアって、そうそう、やっぱプロテア飲まないと絶対なんですよ。いいんですよ。てか糖分取ってへんから嬉しいな、これで。うん。うまい。うまい。糖分ってうまい。糖分うまい。プロテインって感じしないですね。まあ結局さ、いい成分とかたくさんあるけど、美味しくなきゃ飲まないじゃん。だから俺はなんかその味にすげえこだわって継続できるものを。なんか自分で結局飲むから味にこだわってた。普通に梅、まあ、当たり前だけどさ、本気でやってる人はちゃうな。昔スペインでメッシ見た時に、あ、俺これこの人よりもサッカー上手くなれないと思ったけど、今日ケンセン見て同じこと思った。多分こっちだけど、きなこ味なんだよ。どっちが好き？いろんな味あるね。匂いはこっちの方がいいな。あ、きなこの方が美味しい。めっちゃ嬉しちゃった今顔。でも匂いは匂いこっちの方がいい。でも味こっちめっちゃうまい。きなこが一番うち売れてるやつだ。めっちゃうまそうに飲むやん。きなこのプロテインなくないですか？こっちしかない。そうですよね。これが聞いたことないですね。焦がしカラメル。焦がしカラメル。うちだから和風が今多くて。焦がしカラメルも珍しいですよね。まあ、ないね。あと抹茶小豆とか。よくあるのがココア、イチゴ、ミルク、バニラとか。ああ、とかですよね。減量してる時ってさ、こう甘味、糖質じゃなくて甘味がないから、多分これがご褒美になって、あ、元気になったって大事だから、そこをやっぱ俺はプロデュースしていったりとか。いや、ありがとうございました、今日は。頑張ってね。頑張ります。ちょっとケンさん忙しいからね、毎日できないけど、極力俺は見てる人たちのために痩せさせないようにするから。で、マクラーレンが君たちの手に渡るように、アルファと。ケンさんどっちの仲間や。怖い怖い。バイバイ。